知恵とは、一切の現象や、現象の背後にある道理を見極める心作用を意味する、仏教用語。言語とその訳語の用いられ方を考慮すると、代表的な用例は、下記の三つがあるという。知恵が、ボン、プロジアナの訳語である場合。この場合の知恵は、プロジアナの音社語であるハンと同等の意味合いで、用いられる。六波羅蜜及び三学の一つ、ハンを参照。 サトシがジュニアアナの訳語として用いられ、絵がボン、プロジアナの訳語として用いられる場合。この場合は、サトシが絵と区別されて用いられる。本記事で衝実。対応する言語が意識されず、簡約語として独自の意味を持つ場合。本記事で衝実。ドミノ倒し。仏教では、A によって B が生ずると因果性を説く、上記の意味の知恵は、絵と区別して、 サトシを用いる場合であり、部派仏教以降に顕著な要例であるという。説一切有部では、絵は、新作用の一つに位置づけられた。サトシは、新作用としては絵に含められ、悟りに導く、心的能力としてサトシが、絵の中心的な意味を担うとされた。大乗仏教では、般若教及び、道教に説かれた六原三つの特目の中で特に、サトシが重んじられた。 他方、十字行の十字説と対応する十原密の体系では里氏が最高位に置かれた。絵に対する里氏の重視は、ユガ行派の実践論に顕著であるという、大乗仏教では道も説かれた。密教では、神女に相当する正常崩壊を、大日如来の発信とし、これに、崩壊体制地の名を与え、また、五地、五仏の説を唱えた。中国仏教と、 日本仏教においては、里氏は、余測体を知り分けるもの、絵は、第一義体を悟るものとも意味付けられた。上記三の意味の知恵は、岩波仏教辞典、第二版によれば、上記一及び上記二が示す、様々な意味合いが、知恵の一語に込められて広い意味で用いられているもので、あるという。その多くは、世俗的な逆しらな識別ではなく、世辞を離れた英知や、 世治を見通す英知を指しているという、ありがとうございます。